それ狙いか。それ狙いか、友達になったの。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。お、ハームさんが、何？なんか悟りを開きよんかと思った。めっちゃ目つぶって体重測りよるけん。こんばんは。体重測りよったみたいやけど。お。いいね、いいね。全然、行っておいで。うんうん。そんな女の子のとこに訪ねていくけんって、ギリギリになって体重を測ったって変わらないよ。すげえ待ち構えとったね。お。なぜちょっとびっくりした？お、でもなつきちゃんニコニコしよりよ、いいんじゃない？お、よかったよかった。うまくいきました。うんうん、これから仲良くなってね。親友なり恋人なり。ん、なになに？お、実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。あれ、ゆいちゃんさっきまで友達マークじゃなかった？なんか変わったんだけど。ああ、喧嘩をしている。今回の友達マークが全部いい感じだったらいいなぁと思ったんだけど。まあ落ち着いてね。ケイ君もあんな格好で喧嘩をしなくてもあんな格好で喧嘩をしなくてもいいと思うんだ。なぜまたあれを着たんだろう。ほい、プリンでもどうぞ。これで落ち着いて。これ上にもカラメルかかっとるけど、お皿にもカラメルソース溜まっとるよね。カラメルたっぷりやん。じゃあケイ君の方にお呼び出しをかけよう。ほら、そんな可愛い格好しとんやけんさ、怒らずに。私が怒られたよ。ほい、それじゃあハムスターやけんね。ナッツで。そんな単純なことじゃないかもしれんけど。ね、好物、フグ刺しとかお刺身とかやもんね。あ、でも結構美味しかったやん。自分が押しつきました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。マカダミアナッツで機嫌が直ったよ。せめて喧嘩するときとかさ、謝りに行くときはちょっとまともな格好をした方が。この間はごめんなさい。最近これ着てなかったのにね。ほら、そんな格好じゃ許されないって。即答やったよ。この間はごめんなさい、許しません。ぐらいの。そんな格好で許されると思ってんのかよ、ぐらいの感じだったけど。ね、ほら。ということで、これ最後のどら焼きだよ。あ、ごめんね、今回あんまり美味しくなかった。マカダミアの方が好きだったか。ほい、クリちゃん入るよ。あゆなのそっくりさん、来てくれてありがとうございます。いえいえ、なんか後ろの絵立体感ない？気のせい？気のせいか。ルキアと友達になりたいです。お、ルキアくん、いいねいいね。紹介するよ。どんな話もすれば仲良くなれそうですか？どんな話やろ。面白い話で。ありがとうございます。いえいえ、ではちょっとお話ししてきます。ほい、いってらっしゃい。来た来た。相変わらずちょっと店員感があるよね。まあ私がそういう感じの服装にしとんやけどさ。お、
くいきました。よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。これからも仲良くね。ほい、ということで、歌を歌おうか。じゃあ、オペラで。ほい、どうぞ。なんかちょっと衣装的にね。お礼にこれもあげます。なになに。お、実用品ミシンをもらいました。ありがとう。なんかさ、こういうのいろいろオペラとか曲をあげよるけど、自分たちでも自主的にグループを作って歌いよってくれたらいいのね。おー、いいねいいね。衣装がいいね。似合ってるね。かっこいいよ。ね、かっこいいよね。その帽子いらなかったかな。あ、これあれだな。クリちゃんとアイパミちゃんが真ん中ってなっとったらなんか結構良かったんかな。おー、ほい、それじゃあ夜市見てこう。お客さん、うんだれししてみない。お、あゆねやん、いいもの入れてるんだろうね。お客さん、うんだれししてみない。大事なことなので二度言いました。毎度あり。ほい、さあそれじゃあ一つ目の中身は、お宝臭い靴下が入っていました。投げつけるぞおい。二つ目の中身は、帽子キラキラジュエルの髪飾りが入っていました。お、これはいいね。そして三つ目の中身は、お宝マグカップが入っていました。なんだよ、あんなんでかい紙袋にこまごましたものしか入ってないじゃないか。絶対軽いやろ。持ち上げた途端にこれじゃねえってならんの。今回はこの辺で終わりたいと思います。今日はおならをよく聞く日だな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ早速マンション見てこう。ほい、じゃあレイちゃん入るよ。多分前回の時に小夢さんの方の機嫌を取ったと思うけん。そんなに意外ですか。まあね、人間やもんね、腹ぐらい立てるさ。ほい、でも今はちょっと落ち着いて小夢さんを許してあげていただきたい。ほい、ドーナツどうぞどうぞ。どう、おいしい。まあまあか、まあまあだったか。ってことはちょっと別の方法で、ほい、オルゴールを使って機嫌を直していただこう。どうぞどうぞ。お、自分が立っている。あれかな、レイちゃんのテーマソング的な感じ。どこからこんなミニチュアの人形が。穏やかな気持ちになりますね。ね、穏やかな気持ちになってくれた。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。小夢さんは前回甘いものをあげたけんね。まあまあって言われたけど。さあどうだ。すごい近づくね。この間はごめんなさい。お、ほらほら、女の子が謝っとるよ。おー、よかったよかった。結構すぐやったね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。よかったよかった。レベルアップ。ほい、ということで道具で、何がいいかな。ゴルフクラブ。ほい、あげる。
道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。お礼にこれをあげます。なになに？実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。ほい、ってことでのんかちゃん入るよ。なになに、何の準備運動、何をしに行くの？お久しぶりです。お久しぶりです。使い捨てカメラが欲しいです。お、なんか写しに行ってくれる？全然いいよ、渡すよ。使い捨てカメラ、これね。ほい、どうぞ。どんな写真を撮ってきて欲しいですか？それはもちろん住人の写真。わかりました。ちょっと撮ってきます。いってらっしゃい。さあ、何を撮ってきてくれるかな。こんなのが撮れました。ん、どれどれ。おお、みんなが飛ばされる。そしてのんかちゃんは一体どこに。あ、そっか、これを写しよるってことかな。タイトルは来なかった父です。来なかった父、どういうこと？それは、お父さんを待ちながらシャボン玉を吹き寄ったってことかな？何それ、なんか切ないんだけど。切ないんだけど。なんでさ、みんなそんな切ないタイトルをつけたがるの？お、レベルアップ。もうちょっと楽しい題名つけようよ、なんか。ほら、なんか夢の国的な。のんかちゃんもシャボン玉やる？ほい。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。ニュース速報。マジか。ニュース速報です。何件目やった今ので。素晴らしいニュースです。え、そこ。アユナのそっくりさん、食べ物プレゼント1000回達成。それが今日ついに1000回を突破しました。そんなのまでカウントされよんや。アユナのそっくりさんは毎日トップちくわやちくわ。このような素晴らしい記録も達成です。そんなに。いやいやいや、別にお店あるから自分で買いに行けばいいんだよ。金のスプーンやって。金のスプーン、ありがとう。ほい、じゃあももちゃん入る。お、踊ってる踊ってる。あ、超踊ってる。めっちゃ踊ってる。ダンスゲーム？いや、でもさ、二人は何も持ってないけど。お久しぶり。どうしても伝えないことがあるので、屋上に来てほしい。この手紙を受け取りました。それはぜひ行くべきだね。行った方がいいでしょうか。うんうん。すっきりするかもしれないから。行ってみたら？確かに気になりますもんね。うん、行かんかったらね、モヤモヤが半端ないと思う。さあ、何を言われるんだ？ノアくんよね。あれ、違う？あ、インカムつけとんかと思った。違うんか。あ、違わんよね。ノアくんよね。私、見てましたから。怖い怖い怖い。脅される脅される。ももちゃん、何やってたの？ゆすられるよ。ノアくんだよ。絶対すっきりせんやろ。怖さしかなかったよ、今回の。でもなんか、周りが騒ぎよったらちょっと気になるし欲しくなるよね。ほい、まきちゃん入るよ。二人でパソコン。何しに同じ部屋にいるんだ。たかし。たかしって言われた。あら、まあ、くらくん。いいよ、いいよ。聞くよ。くらくんは、かっこよくって、とっても知的な人なんです。マジか、くらくん知的なんや。それに、血が綺麗で清潔で、夢を追いかけてるところが素敵で。くらくんの夢ってなんなんやろ。靴の紐をのけちゃった時も、何も言わずに盗んでくれるんです。へぇ。私が押し込んでる時も、大丈夫って励ましてくれるんです。優しいね。でも靴紐をほどけた時に結んでくれる。それは自分で結んだんでいいかな。そうかい。よかったよ。すっきりしました。よかったよかった。誰かに話したかったんやね。
まあね、聞いてもらうだけでもそういうの楽しいもんね。そして、あ、そうだ、今日は朝市が、朝市開催中、食べ物を 大量購入するチャンス。おいしい焼き芋だよ。お、焼き芋焼き芋。びっくりした、一瞬サングラスかけとんかと思った。眼帯か、うん、おはよう、買うよ、10個ぐらいちょうだい。いつもは何、ごめん、さっきからね、話しかけられるたんびになんか私がめっちゃ邪魔をしよる感じが。お願いします。お、あゆな島が映画のロケ地に。素晴らしいね。ドキュメンタリーやって、美しさで有名なあゆな島、やった。これ自然な生活風景な。ね、なんかめっちゃ海からやってきよるけど。ダメやん。ダメやん。嬉しいニュースなんやけどさ、興味なさげやね。嬉しいニュースなんやけど、みんなもうちょっと協力的に。ね。まあ、でもなかなかカメラとかがこんような場所やったら、やっぱみんなわらわら集まるし、手も振りたくなるか。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。喫茶店で歌われるとか、絶対逃げ出す。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ早速、マンション見てこう。ほい、じゃあななみちゃん入るよ。え？うん。決定的な瞬間に立ち会ってしまった。おはようございます。何か魚料理が食べたいです。お、魚料理。そこに歩きよるカニとか食べてみたら？あれは食用じゃないかな。魚料理あったかな？たこ焼きも魚料理に入りますか？一応中にタコが入ってんやけど、魚じゃないか。イカスミスパゲッティは？イカ。サラミは違うよね。魚よね。じゃあほら、たこ焼きで、たこ焼きで、これを魚料理とは言わないだろうけれども。あ、でもほら、すごく美味しかったけん、まあ、いいよいいよ。これは普通に美味しかったってことかな、ちゃんと。1位になったし。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。いつもムッとしてるって言われますが、自分ではこれが普通です。え、全然ムッとして見えんよ。だってほら、常に口角上がっとるし。まず口角上がっとる時点でね。微笑んどるように見えるけん、全然大丈夫よ。じゃあ早速やけど、今くれたばっかりの使い捨てカメラで、住人の写真を撮ってきてくださいまし。わかりました。ちょっと取ってきます。行ってらっしゃい。期待して待っとくけんね、私。こんなのが取れました。お、どれどれ。めっちゃドアップ。すんごいドアップなんやけど。この二人ってカップルやったよね。マサオさんとエナッチ。大いなるあれです。大いなるあれ。あれとは。そして何が多いなる。わからねえ。でも写真は面白かったよ。でもさすがにちょっとフレームに収まろうよ。お、じゃあ道具で、何がいいかな。じゃあ化粧品セット。ほい。化粧したらもうちょっとなんか表情が柔らかく見えたりとかするかもしれない。しないかもしれないけど。これは。よーし。ゆいやさん入るよー。よし、期待。なんでもないです。ほっといてください。ほっときませんよ。実は私、犬も、ゆずも好きなんです。ええー。どっちに告白すればいいでしょうか？それは。みゆちゃんって、彼氏おったよね。確か。ってことで、ジュジュちゃん。いや、親友に惚れたのね。あるあるやね。
それじゃあ歌で。告白する場所はどこがいいでしょうか。歌で、これは喫茶店。その前に着替えた喫茶店で歌われるとか、絶対逃げ出す。いや、サングラスはいらんかな。じゃあサングラスを、どこサングラス。あ、もしやサングラスって固定なの。まさかの。へえ。やっぱりそうなんや。うん、そのままでいいよ。なるほど。わかりました。どうあっても目は見せないという、まあ薄く見えとるけどね。さあどうなる。ほら、こんな場所で歌い出すんよ。超勇気いるやん。オッケーしてあげてね、ジュジュちゃん。ムラムラ好きだったはずなのに、もう今じゃとても変えられない。僕にはミルクが必要なんだ。イエス、君のことさ。イエス、いいね。終わりですってちゃんと教えてくれ。どうでしょうって聞いたよ。どう？ジュジュちゃん。ごめんなさい。てか、こんな告白ってあれよね。親友。親友にこんな告白されたらどう？絶対嫌なんやけど。大丈夫？めっちゃ落ち込んだね。リベンジとかしないっすか？まあ、あれはちょっと、リベンジしたくはならんか。ほらほらほら。甘いものでも食べて。ホットケーキかな。いただきます。どうぞ。ちょうどお腹も空いとるやろ。え、びっくりした。めっちゃびっくりした。超大好物っすか。やったね。やったね。え、めっちゃ運いいことない？だってこれで落ち込み度ゼロになるやろ。食べ物で失恋の痛みが一気になくなるっていうのは単純だけど助かるね。超大好物だったようです。ほらほら、もう一気に。すっかり立ち直りました。よかった、ホットケーキは偉大だ。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品に大人スプレーをもらいました。ありがとう。おいしいエビチリだよ。お、エビチリやって、エビチリ。見向きもしてくれない。私が買うよ。じゃあ10個ぐらい。大丈夫、誰も寄ってない。行列できてない。大丈夫。お願いします。感動の再会劇です。お、感動の再会。8年前から行方不明だった中村さんのお気に入りの靴下かっこ右かっこ右にソファーの下から発見されました。ソファーの下もっと早く見つかるだろう。おい、中村さんは靴下をその件に脱ぎ捨てるのは危険。ついカッとなってやってしまった。カッとなって靴下を脱ぎ捨てるってどういう状態だ。よくわからない。ちょうど話題にしてたんです。マジでその話題で持ちきりなの？はい。10時のニュース。私さ、夜寝るときとかも絶対靴下履いたまま寝るんやけど、なんかあれなんやろ？夜とかって靴下脱いで寝た方がいいんやろ？冷え性的には。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと返事の代わりにおならとかダメだから。ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ早速マンション見てこう。はい、それじゃあクリちゃん入るよ。あ、同じ服だ。同じ服だ、ご近所さんで。おはようです。新しいインテリアが欲しいです。お、マジでインテリア変える？インテリア変えるの結構楽しいよね。それじゃあエレガントスタイル。
家具から装飾まで全てがエレガント、おしゃれな会話も弾みます。どうよ、今よりちょっと大人っぽい感じになるけど。新しいインテリアもありがとうございます。いえいえ、なかなかいい部屋ですね。いいやろう。ところで部屋も見ていきますか。見てく見てく、いいねいいね、こういう部屋いいね。あ、ここあれじゃない？見てますね。見てる見てる、ここあれやない？お、ドアップ。あの誰やっけ、他の人もなんか住んどったよね。あの辺の帽子とかすごい見覚えあるもん。なかなかの部屋ですね。大事にします。うん、大事にしてして。多分ね、男の子やったと思うんやけど。お、なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。男子会開催中。男子が集まっています。チャーハンとなんかも一緒に食べるとトマトの味になるらしいよ。マジで？なんかそういう食べ合わせのってあるよね。みかん、みかんに醤油垂らして食べたらイクラの味になるらしいよ。まあ、でも食感プニプチプチ食感みたいなのはあっとんかな。ところで、なんか美味しいもの食べたいね。美味しいもの、お寿司だな、お寿司。マジで、じゃあそれたま、贅沢なのか、クロワッサン。ちょっと、体しないよって思ってんだよね。マッチョ、マッチョ。マッチョ。でもあんまりムキムキすぎてもあれないよね。細マッチョぐらいがいいんかな。なんかこう腕がガッて太いのとかはなんかうーんって感じかな。おいしい焼き鳥だよ。お、焼き鳥、朝から焼き鳥。マジでめっちゃおいしいんや。ってことで10本ぐらいもらいます。有名人一体誰だろう。私にはきっとわかるねそれ。お願いします。お、あいちゃん誕生日、おめでたい。あゆなしのホテル大忙しやね。誕生日の人多すぎてさ、しょっちゅう借り出されるよね。おー、いいねいいね、にぎやかにぎやか。ちゃんとしんくんも参加してくれとるし。おめでとう、あいちゃん。おめでとう。ありがとう。今回は私消してないけんね。どういう間違い方。ね、キラッキラしとるよ。ありがとう。ほい、それじゃあ一軒家見てこう。みんな家いる？お、なんか一緒にテレビ見よるね。さきちゃんがすごい前のめりやけど。そしてケンくんとりんちゃん、この時間はみんなテレビタイムかな。そしてハットくんとみくるちゃん、平和だな。でもなんか悩み事があるっぽい。ハットくんお呼び出し。ごめんね、びっくりさせて。お久しぶりです。お久しぶり。くしゃみが出そうで出ません。久々に呼んだかと思ったら。くしゃみですか。いいよいいよ。私が出させてあげようじゃないか。お、これは一発で来るぞ。ほら。イエーイ。なんとなく雰囲気でね。いえいえ、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で何がいいかな。サッカーボール、そして勉強セットを回収しようか。ほい、道具、サッカーボールをプレゼントしました。お、なになに？
実用品ブランコをもらいました。ありがとう。お、友達マーク、あやちゃん入るよ。おはようです。おはようです。たくさんに恋人がいたらと思うのですが、お、紹介か？つけるのはどう思いますか？おお、いいと思う。全然いいと思うよ。それでは、二人を合わせてみます。ほいほい。うまくいくかな？うまくいくかな、アイパミちゃん。とりあえず駅は盛り上がる。会ったばっかやしね。会ったばっかで倹約やったらもうちょっとなんか、今日一日やれる気がしない。お、いいね、いいね。今回ちょっと期待できるんじゃない？ほらほらほら、もうお互いいい感じやって。いいイメージやって。さあ、最終。なんでここでいきなり。別れ際になっていきなりちょっとそっけないんだけど。さっきまで盛り上がってたじゃないか。まずは友達から始めるようです。あ、なるほどね。友達は慣れたわけや。じゃあまだここからやね。今後に期待するよ。私も計算めっちゃ苦手。私完璧に文系の方やけんさ、理数無理だね。無理だ無理だ、やってられないよそんなもん。ほい、じゃあエビチリどうぞ。いただきます。どう？お、すごく美味しかったようです。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具でギターをどうぞ。道具、ギターをプレゼントしました。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。何これ、何の出し物って感じやん、二人とも。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションを見てこう。じゃあ台湾さん入るよ。誰かとお話し中。おはようです。おはようです。ランチとデートしないのですが、どこがいいでしょうか？お、いいねいいね。じゃあ浜辺で。いいですね。準備していこうと思います。うんうん、いってらっしゃい。ね、なんかあの後ろのさ、記号？なんか猫みたいなマークしてなかった？あれなんて言うんやっけ？トーン記号やったっけ？ほい、それじゃあ、浜辺に様子を見に行ってみようか。お、いいねいいね。超青春やん。ズームイン。ズームインできね、お！向こうで釣りしようんやけど。ん？あれは誰？多分、マサオさんと、お？すごいね、いろんな人おるね。おお、怒ってる。ここかな？ん？違うな。何？誰の髪型が気になるって？おはようございます。おはようございます。ネイと友達になりたいです。お、ネイちゃん。もしかしてさっき言ったのも姉ちゃんかな？紹介するよ。じゃあ、礼儀正しく話す。まあ、礼儀正しく話されて嫌な人はおらんやろ。さあ、どうだどうだ？てか、なっちゃんは一体誰と喧嘩しとったんやろ？気になるんやけど。ねえ、絶対ココちゃんやんと思ったけど。違ったな。どう？お！うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、おかげで友達になれました。よかったよ。てかココちゃんもうなんかピンクの髪バッチリ似合っとるね。え、もともと黒やったよね確か。もうなんかココちゃんはこの色って感じになってきたぞ。はい、それじゃあどうしようかな。化粧品セットを返してもらおうか。
こちゃん化粧せん方が可愛いと思うよ。ふいちゃん道具鏡をプレゼントしました。これもあげます。なになに。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあリーちゃん入るよ。なんかお久しぶりやね。ルン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 、ご機嫌や。怒った時に使う言葉を教えてください。なぜ、全然ご機嫌じゃないやん。ほい、じゃあ言葉、もうまみむめも、もうえい、でいいですか。いいよいいよ。はい、わかりました。ほい、なんか後ろのマネキンについてるネックレス、あれ派手じゃない。ごちゃごちゃしすぎじゃない。早いですね。ね、早いよね。一週間ほんとめっちゃ早いんやけど。何事ってぐらい。ほい、じゃあ食パン。朝はパン。私はご飯早けどね。パンっておやつって感じのイメージがある。お、まあまあ美味しかったようです。せっかくだから遊びませんか？おー、いいねいいね。遊ぼう遊ぼう。ミーシルエットクイズ。シルエットに表示されたミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？最近結構私これいい感じじゃない？第1問。シルエットが誰でしょう？あ、そっか、シルエットか。ユカポン。私勝手に頭の中でモザイククイズになっとった。シルエットね。え、これやったことあるっけ？初めてじゃない？違う？第2問。定点。ほら、絶対これ初めてやけん。ほい、ルキアくん。ルキアでした。おー、ちゃんとシルエット動きよんよね。最終問題。定点。マサオさん。おー、パーフェクトやん。やったね。イエーイ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ頑張ったけん、一番大きいので。お宝、チューリップをもらいました。あ、真ん中のクマの方が良かったな。ほい、じゃあなっちゃん、そろそろ入ろう。誰と喧嘩しよう、まず。めっちゃ腹立っとるなっていうのは見てわかるよ。ミクルちゃん。あ、家の方におるんか。じゃあやっぱり仲直りして。ほい、それじゃあ甘いもので、焼き芋。焼き芋20個もあるやん。どんだけなん。朝一でいっぱい買ったんかな私。ほいほい。朝一結構かぶるもんね、食べ物。お、結構美味しかったようです。いってらっしゃい。最近は、やっぱ秋やけん、芋、栗。その辺のお菓子とかが多くなってきたよね。私はその辺のあんまり歓迎はしないけれど。お、どうだどうだ。こちらこそごめんなさい。おお、よかったよかった。これはあれか、仲直り失敗したときに喧嘩の原因が見れるんやったっけね。うまくいきました。うん、確かそうやった気がする。よかったよかった。これにこれもあげます。ん、なになに？実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。そして、朝一。今日の食べ物は？ポトフ。ポトフもね、まだ結構あった気がするけど、とりあえず買っとくよ。ありがとう。無事になりました。いいニュースをお伝えします。お願いします。空から落ちてきたのはリカちゃん。リカちゃん様。世界に落ちたリカちゃん様はうとうとしていたら雲の間から落ちちゃった。怖っ。せっかくなのでしばらくこっちに滞在しようと思ってます。よく死なんね。あれで神様は死なんのか。神様って生きと、よくわからんね。ニュースにするものでもないと思います。
いや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 、天界から神様が落ちてきたんよ、ニュースにするほどよ。辻のミーニュース、火種がお伝えしました。ありがとう。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。中村さん、ほらちゃんと測らせて、足を浮かせても無駄だよって。